前回までの飛ばす字。なんかちょっと今日の学校はちょっと楽しかったです。勉強が少なかった。TS 君は最近お母さんと喧嘩したんですか？はい、毎日しております。毎日してんの？もう俺が話しかけられたら綺麗なの。今日の朝クサイクランの動画見てましたからね。え、親が？え、何の動画見てたの？あのクサイクランのみんなで かくれんぼやって、かくれんぼの動画が私一番好きとか。TS 君になんか質問しようかな。今の目標は何ですか？将来の夢というか今の目標というか。まあこれはまあ言うまでもない。はあ、彼女を作ること。絶対そうだと思う。顔出しっていうか半分ね、目だけ顔出ししてからなんか来たりした？すいません。なるほど。メガネの手入れはどうしてますか？ボディーソープでしっかりと入念にね。しっかりとそこは入念に洗ってるんですよ。まあ私は清潔だとそう言い張ってるっていうことですね。こう見えても実は清潔なんです。いい匂いしますからね。ボドカもみんな嗅いでたけどカサってなってたからな。ボドカ嘘ついてるってこと？じゃああれはそういうことになるの？大丈夫ですか？ボドカさんにそんなこと言って。僕のメガネいい匂い。やばい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 。あー、マジ？フォートナイト上手くなるコツ、もうこれよく聞かれると思うけどどうですか？なんかフォートナイト上手くなるコツは、まあズバリやること。とにかくやることと。今までやったゲームの中で何が一番面白かった？当時までがゲームをエンジョイしてたのは、うん、やっぱり COD かなと思いました。憧れるフォートナイトプレイヤーは。憧れは作んないようにします。憧れ作んないように。自分が一番だと思って。自分がやべえ。割と冗談抜きで、あの自分が作ったんだと思ってプレイしてます。もちろん上手いなと思うプレイヤーもちろんいますけど、けどここの中では最強だと思ってます。なるほどですね。早くリブートしてほしいですね。玉尾さんの好きなところは。あ、これ聞きたいですね。しっかりとね。好きな人ね、やっぱりあの僕あの初心者の振りが好きなんで、あのハムとかね、あのいろんなね、あの個性的なキャラクターをね、自分のね喉で飼っているっていうのがね、いややっぱすごいなって。やばい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 。玉尾さんの学生時代の誰にも言ってないような秘密を一個聞かせてくださいよ。誰にも言ってないような秘密？誰にもじゃなくてもいいですけど、まあリスナーさんとかに。ああ、いいよ、そうそう。じゃあもう一回でいいわ。勝てるじゃん。じゃあ僕も負けたらなんかしますよ。なんかあります？あ、一週間学校毎日行く。それもちゃんと証拠付きで。これはいいんじゃないか？勝てるんでいいっすけど。ああ、いいね。よし。あの本当に容赦しないんだよな。いや、オッケー。ファイナンシャル生命、ファイナンシャル生命。チンチン&チンチン。ファイナンシャル生命。チンチン。ああ、チンチン&コー。ファイナンシャル生命。おチンチン工場委員会。ああ、じゃあ、ちゃん。チンアーチン。アーチン、アーチン、ミラー、やば。建築がやばいです。怖えぞ。この建築技術でも玉尾さんには勝てるんで。本当ですか？僕の力ともなればワールドカップ俺全部男っすよ将来。そんな男が俺に負けてちゃダメだよな。あ、危ねえな。玉尾さん今避けても次は外さないですよ。やばっ。やばっ。あっということで、じゃあ玉尾さんの学生時代の秘密でもちょっと語ってもらえますかね。私ね、今もいたんですよ、はい、中学3年生の名前なんですか？名前は沙織ちゃんですね。沙織ちゃん。沙織ちゃんにどう告白しようかなと思って、ちょうど修学旅行があって、はいはい、これは修学旅行で告白するのはロマンチックじゃないのかっていうね。ロマンチックです。まあそれでね、
まあ、友達に協力してもらい、沙織ちゃん呼んでもらいました。沙織ちゃん呼んで一目惚れしたんだよね。そしたらなんと OK をもらい、おお、その時はもう人生の最高潮だったんだよ。やってやったぞみたいな感じになったんですけど、なんとね次の日ね、私はね、まあ、仲いい女友達がいたんですけども、その子にね、沙織ちゃんがユージの悪口言ってたよって言われてですね、そこでね中学3年生、沙織ちゃんへの恋はそうです、付き合って2日で終わりました。別れるっていうのはもう言わぬ、言わあ、いたいた、その放課後呼んで、でその悪口のことをちょっと聞いたんだよねって言ったら、え、別に私好きじゃないけど、あ、終わりましょう、さっさっせんって感じになって、終わりました。タモさんが中3で告白したんなら俺も中3で告白しようかな。いやもう今行くべきだよ。まあ大人になったらね、やっぱそういう青春する時ってもうなくなるわけよね。あの学生時代のそのね、中学生のね、こう恋愛とかっていうのは本当にね、淡い感じの恋愛、うん、社会的地位とか、まあいろいろ何にも気にせずにもう恋愛だけを見れるわけじゃん。そういう時ってないんだよ。今告白するべきだ。よし、今 LINE しよう。ってかお前好きな子いたの？はい、いますよ、います、ね、いたのお前。ちょっと作戦会議しましょうか。同じクラスなんですかその子は？全然違いますね。違います。隣のクラスとか、ね、違います、ね、別の校舎ですね。うわ、別の校舎むずいね。同じ学年なんですけどね、別の校舎ですね。授業も全く。どうやって、じゃあなんで好きになったの？もともと小学校一緒で。小学校の時から好きなの？そう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 。うわー、やべー。お前それはね、告白しないとマジで後悔するよ。確かに。やばいよ、だって高校生ならもう離れ離れよ。まあ仮にっすよ。じゃあ仮に成功しましたと。うん。うん、俺ゲーム好きなんで、俺彼女作っても絶対俺遊びに行く回数少ないだろうな。お前ぶち殺すぞ本当に。じゃあ YouTube で頑張るじゃん、はい、で、はい、収益ももらってんの？はいはいはい、まあ、多少は多少はもらってん。収益頑張ってもらって、ビビたるものです。そのお金をデートに使う。俺田舎すぎて使うとこないっすよ。バカ野郎、普通に散歩だけでも公園で話すだけでもめちゃくちゃ楽しいぞ。好きな女の子とただ話すだけ、それだけで楽しい。ただファミレス行くだけ、それだけで楽しいのよ。マジですか？マジだよ。告白する場面がない。それはもう呼び出すしかない。放課後とか呼び出して、もう自分の気持ちを素直に伝える。俺はお前のことは好きだ、付き合ってくれ。よっしゃせー。タモさんは言ったと。いやでも TS が彼女できたらなんかちょっと垢抜ける感はあるな、多分。なんかちょっと変わる気がする。変わんない自信はあります。俺変わんないと思っていた高木も変わり、変わんないと思っていた高木も10ミリアムと出会ってから変わってしまったよね。うん、それは本当にあいつが落ち込む気がさすわ。何も変わってねえな。デブだな。ミデブなんだよな。でもお前はでも自信をつけるべきだ、もっと自分に。確かに。コーナーで差をつけろやで。まだ知ってます？嘘こくって。嘘こくって何それ？好きじゃない女の子に告白して嘘で。え、やばくね、ひどくね。ううで、どうすんの？嘘こくだよ。え、お前に告白するわけないじゃんっていう人もいるし、うん、そのまま付き合う人もいます。そのまま付き合うやつはいいね。そのまま付き合うやつはもうシンプルにお前が好きなのもし振られた時に嘘こくだよっていうための理由でしかないってことを思ってるんで。うわぁ、まあでも TS 君は本当の愛なんでしょ。愛が僕にやる。お前は菅田将暉になれねえ。でもお前は菅田将暉にはなれないけど、菅田将暉を超えられる男になれるかもしれないんだぞ。絶対ないわ、それの方がないわ。で、菅田将暉がお前の年齢から輝いてたのか？前よりは輝いてたかもしれない。福士蒼汰の高校生時代の画像知ってます？知らない。卒業式。福士蒼汰の最後の卒業式。なんかめっちゃ女の子に囲まれてるやつでしょ。右サイドと左サイドに女子が3人ずつ。クールカーストのてっぺんみたいなやつ。中央には福士蒼汰しかいない。他の男子はどこ行ったの？ふざけてるの？福士蒼汰は確かにかっこいいよ。なあ、かっこいいな。確かにかっこいい。だけど、俺もいいとこある。ほら、自分でほら言い始めてるじゃん、もはや。お前、福士蒼汰超えられる男になれるかもしれない。告白しようぜ。他の男に取られる前に、抑えるの。ちょっと、また来週考えます。うん、また来週、まあ多分やる機会あると思う。うん、その時また。じゃあその時までにお前は。とりあえず、
ちょっとできるだけの準備をしておきます、うん、告白までの準備をしっかりとしておいて、はい、任せてください、うん、はい、任せてください。